青森沖200キロの天然の生本マグロ、背の部分、天パネをして瓦の状態になった、これを中トロ用に切り分けていきます。この一頭目がめちゃくちゃうまいです。順番に切って並べてみました。食べるのはもちろん、この一頭目、血合い下の部分です。キメが細かくて、非常に美味しい部分です。筋もほとんど感じません。食べてみると、口の中に旨味がいっぱいに広がります。ほんとうまいな。中トロ最高。旬を食らおう。